今井はじめは、ジャーナリストであり、市民グループ、国民投票、住民投票情報室の事務局長。1954年大阪府大阪市生まれ、関西大学文学部哲学倫理学専修卒業。卒業論文は、自由論であった。1981年から、ポーランド民主化運動を取材し、1989年に、 ノンフィクションアサヒジャーナル大賞を受賞。ソ連及び東欧の現地取材を重ね、民主化の進行とソ連を名詞とした社会主義共同体の崩壊を見届けた。1994年以降の数年間は小林翔太郎が助手を務めている。1996年からは新潟県館長、岐阜県三丈町、沖縄県名護市、徳島県徳島市、 滋賀県前原町、山口県岩国市など、全国各地で実施された住民投票を精力的に取材する。また、2004年からは、スイス、フランス、オランダへ赴き、国民投票の実施実態を調査。2012年に、原発新設の是非を問うリトアニアの国民投票。2016年に、イギリスの欧州連合離脱是非を問う。 国民投票を現地取材している。2006年からは、衆参両院の憲法調査特別委員会に参考人及び公実人として招知され、国民投票のあるべきルールや諸外国での実態などについて陳述した。自民党が日本国憲法改正の発議要件の緩和案を提示した際、緩和する場合は、憲法改正以外の一般的案件の民投票の 制度の導入に加えて、国民のイニシアティブの権利を憲法に盛り込むことを条件に、両院総議員それぞれの5分の3の賛成感はなら、認めるとしたという。週刊ダイヤモンド2016年9月24日、535ページ株式会社ダイヤモンド社、ジャーナリズム公開講座静岡県立大学、小林清太郎プロフィール市場対論、国民投票法案、 井口修作いまいちマガジン9。ありがとうございます。